皆さんこんにちは、身体コンサルタント INB スタイルの稲葉です。今日はですね、寒い時期に呼吸を柔らかくする方法をご紹介します。まあ、どういうことかと言いますとね、寒い時期っていうのは肋骨が硬くなりやすいです。で、どうしてかっていうとですね、寒い空気を鼻から吸ったり口から吸ったりして肺に入るとですね、肺っていうのは体の内部にありますので、その内部がですね、寒くなると筋肉が縮こまってしまうんですね。なので、それを筋肉っていうのが肋骨っていうのをこう包んでるんですけど、その肋骨をグッと硬くして硬い呼吸になってしまいます。なのでですね、その硬い呼吸を今日は取っていこうかなというものです。この肋骨が柔らかくなるとどういうメリットがあるかっていう話なんですけど、まずはですね、呼吸量が増えます。で、肋骨が硬くなってると体が下を向きやすくなります。で、体が下を向きやすくなると視線が下を向きやすくなるので、結果としてですね、頭の向きも下に下がります。ということはどういうことかというと、テンションが下がります。なので、暗い視線ってこっちですよね、明るいってこっちですよね。なので、暗い方向にどんどん考えが進んでしまうので、それをですね、解消していく方法になります。はい、ではね、早速やっていこうと思います。で、やる方法なんですけど結構簡単です。まずはですね、肋骨の部分の下でいいです。下でいいんで、こっちからこっち、後ろから前に、なるべく後ろからね、肋骨って出てるんで、こういう感じでやってあげるといいです。こうですね、はい、まあ撫でるぐらいでいいです。はい、余裕があったらね、こっちもやってください。これは肩のからかけるような感じ、ちょうどこう襟の部分というかですね、に沿ったようなやり方でやってください。こうですね、はい。で、そしたらですね、今度肋骨の一番下に指をですね、軽く当てます。こんな感じです。軽く当てまして、そこからですね、3回前後にお辞儀します。後ろもやってください。明るいから暗い、暗いから明るい。はい、これでですね、姿勢っていうのがですね、クッと伸びやすくなりまして、まあ、これでですね、呼吸がやりやすくなりますので、で、この寒い時期っていうのはどうしてもですね、さっき言ったようにグッと体が縮みがちになりますので、それをですね、クッと伸ばしておくことで、まあ、姿勢を良くしたりとか内臓を良くしたりとかできますので、ぜひ、お試しください。はい、以上、身体コンサルタント INB スタイルの稲葉がお送りしました。それではまた。